今回は左側が黒髪、右側はちょっと茶色くなってるんですけど、この徐々に茶色くしていって、まあ学校なんかでバレずに明るく髪の毛をしたい、あまり真っ黒が嫌っていう方のために正しいミストブリーチのやり方を紹介します。で、今回使ったのはこのパルティのミストブリーチ、薬局なんかでどこにでも大体売ってると思うんですけど、こちらの回数によって明るさを自在に調節していくやり方なんですけど、まずここの説明に書かれているのはあまり正しくないので、これまず適量こうミストですね、振りかけてドライヤーで乾かすというのがあるんですけど、ドライヤーで乾かすと液が垂れてこうだれてくるので均等に染めることができないので、今回やっていく正しいやり方はまずこれをしっかりとかけます。だいたいこの長さぐらいだともう100プッシュぐらいは使わないとここまでならないんですけど、ちょっと液が少し垂れるぐらい綺麗につけてあげます。なのでだいたいお風呂とかでつけた方がいいかなと思います。で、この状態に少しラップを かぶせておいて、だいたい湯船とかに使ってる間10分ぐらい置いてもらって、で10分経ったらもう一度、今度だいたい毛先が明るくなりにくいので毛先の方を中心に、まあ持ったりしながらですね、そうやって毛先の方に中心につけていきます。で、その間にだいたいまたそれから10分ぐらい放置して、その後普通にシャンプーとトリートメントまでします。で、ここに書いてあるのでしていくと、だいたいネット上で染まらないとか何回やっても明るくならないというのはこっちのやり方でやってると思うんですけど、このやり方でしてあげると徐々に綺麗に明るくなってくるので、今は3回目ですね。はい、20分置いて流して乾かした状態が右側ですね、黒髪の状態からミストブリーチ3回でこれぐらいで、結構綺麗に染め方ですると染まります。で、手触りの方もそんなに、これは昔でいうオキシドールで染める感覚に似てるですけど、普通のブリーチとはもう全然違って、まあ、ダメージになる成分が少ないのでそんなに痛みは少ない方だと思います。こちらちょっと甘ったるい匂いがするので、まあ、し終わった後にコンディショナーとかでちょっと匂いを消してあげる必要があるかなとは思います。で、今回のやり方で回数によって徐々に明るくなっていくのと、ここからさらに日にちを置けば置くほど徐々に明るくなってくるので、まあ、その明るくなりやすい、そのなっていくのを見ながらご自分で試してみてください。ぜひちょっと役に立ったなと思ったら誰か友達に教えてください。今日はありがとうございました。